コロンビア大行進っていう番組があって、でその時にひばりさんに初めてお会いして、うん、言われて、嬉しいね。いやもう感動して。いやそりゃそうだよ。その時やっぱり輝いてる人は憧れるよね。舞台にお風呂入った時やっぱり石原裕次郎さん。笑う小沢と怒れる人志。今日は、2022年忘年会ということで、またこのゲストに来ていただきました伊藤かなで山下真司さんです。今日の小沢チャンネルと家庭チャンネルでな、やるのに山下さんって知ってる？自分のチャンネルさ、この間の同窓があったよな、あれ以来更新してない。え、だいぶ経つよ。いや、やる気はあるんだよ。あるんですか？あるんだよ。でも、今日なんでじゃあ言おうかな。だいたい YouTube をやろうと思ったのはちょっと甘かったね。だから、ほら、長州力さんを見て、あの人がやるんだと俺もやれると思ったのがもう、大きな話。長州力さん、申し訳ありませんでした。あなたは本当に面白いと思います。面白いよ。もう、同じ山口県というだけで、これにやっぱり抗った僕がバカでした。本当にこの場を借りて申し訳ございません。多分おそらく長州さんは何も考えてないんですよ。娘、うん、さん夫婦とかがこう企画を立ててやってるんで。そうそうそう。私長いから開けていいか。息子は。お前は飲みたいから進行してくれてありがとうな。だって話が長いんだもん。お前うせえな。今日お前担当だぞ。え、私だってすごい離れたところにいるから。だからちょっと並びが違う。並びが違うだろう。誰も会話聞いてる夫婦みたいな感じ。なんかそれさ、コメントでもあった。できたの？マジで、うん、あ、なんかね、なんか熟年夫婦の会話を聞いてるようなそんな感じだよ。ほんとか、相性がいいっていうか昔からね、これってこう天然じゃないですか、うん、で、天然扱うのを、うん、でも山下さんの天然はさ、先輩なんだ、こう扱うってできないじゃん、うん、で、お前の天然はさ、何言ってんだバカ野郎とかってこう突っ込めるけど、うん、ここ遠慮するからさ一応先輩だし、先輩だから、だからノリみたいに何言ってんすか山下さんっていうやつ、あいつはもうね、なんかいないとバランス悪いから、まあ、お茶しましょうか。で大丈夫です、大丈夫ですか、はい、いっぱい入れちゃった自分の、お前すごい自分のいっぱい入れたの、のぶきまんばん。今日じゃあ忘年会ということで、はい、はい、ね、2022年お疲れ様でした。お疲れ様でした。美味しい。うん。うん、この間のシャンペーンもうまかったけど。シャンパーニュ。まだシャンペーン言うの。シャンパーニュ地方のだから。シャンパンが正解なんだ。俺たちの世代はシャンペーンなんだ。なんでだろう。テーブルの上にちょっとお料理ご用意させていただいたんですけれども、うん、今日は伊藤和恵さんと小沢さんのこの前コラボで行った時の町中華。大龍。はい。美味しかった。大龍軒。ああ、見た見た。これ見たよ。豚肉とキクラゲの卵炒め、あ、うん、美味しかった、うん、これ食べたやつね。あ、これか、うん、あとこれがなんか新作で作り始めたってやつだろ、これ、うん、はい、ジャンタン麺の炒め焼きそば、うん、で、これ山下さん食べてほしいですよ、これ、ワンタン、あれ、これも食べたよね、この食べた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 、当てるよ、最高じゃないですか、うん、ちょうどいいお店だしね、なんでもね、そうなんですよ、ビールでも、紹興酒でも、シャンペンでもまだ言いますよ、シャンペンシャンペン、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 そのうち食べますよ、ゆき帰ってこいよ、じゃあパンと一緒にシャンパンって覚えればいいね、ゆきお前がいないとさ、俺は寂しい、お前食レポと言えば食レポしてもらうからね、え、片手で持てんの、力持ち、鍛えてんだ、何のためにトレーニングしてるんだよ、皿を持つために鍛えてる、ありがとう、すいません、お前少ねえな、上腕二頭筋が、上腕二頭筋、もうすごい色はさ、しょっぱそうに見えるけど、お、うん、全然しょっぱくないし、お、でも醤油でしょ、味付け基本は醤油だけど、あ、でも、いや、これだってチャンタン麺の焼きそばだから、これ、あ、そうそうそう、だから普通のソースとかじゃねえだろ、じゃない、ね、なんかあっさりしてるからすごいいっぱい食べれちゃう感じ。お会いしたのはこの前以来、おう、この前以来、うん、伊藤さんはチャンネルでこの前松村さんお会いしたり、あ、そうです、そうです、宮田くんのお寿司屋行ってきた2人、おお、なんか聞いた、美味しかったの、お寿司が、うん、初めてだ、初めて行って、すごい美味しかったんだけど、
まだ食べれるなと思ってずっと話し始めちゃってさ、お寿司が出てこなくなっちゃってでもうこれで終わりなんだと思って残念で、もっと食べたかった。そういえばさ、今日は俺の誕生日なんだ。え、知らないでしょ。うん、今日誰も知らなかったの。嘘。15日が俺の誕生日。ちょっとこういうもん買ってきなよ。いやいや、もういい。いや、まあ自分で言うのもあれだけど71歳になった。71。うわ、だからちょっとさ、おめでとうございます。何やねん、誕生日あげるじゃん。歌ってくれ。ハッピーバースデーチーズ、ハッピーバースデーチーズ、ハッピーバースデーチーズ。やりましたか。長いんだ。はい、ハッピーバースデーチーズ。元気、ありがとうございます。めっちゃかっこいい71歳ですね。本当きっと来年はね、俺ね、きっとね、72だよ。あ、そうだよ。だから、まあ、そういう意味では、今日すごく楽しみにしてきた。あ、そうだ、前もって言っといてくださいね。ちょっと誕生日チェックはさ、いやいやいや、しとかなきゃダメだよね。そうね、言えないよ、そんな。サプライズでこいつのシーンはプレゼントしてるのに。やだ、あげない。で、小田さん、今日この3人で最後までじゃなくて、まあ他にもどんどん、なんかどんどん来る。あ、そうなの。で、小田さん、今年コラボしたちょっとあの方に、姉さんにお電話をちょっと。姉さんって誰だ。姉さんって、出てんのって3人しかいないじゃん、女優は。あ、和也は5人だから、はい、私とと、鈴木さんとまさわちゃん、大島ちゃん、あのチョメ姉と、あと早間純奈。しかもいいじゃないか、女優っていうか姉さんって。どれだよ、チョメさんの。チョメ来るのかちょっとお電話で誘ってみないですか。港区であいつと飯食いに行くと、うん、お年ちょうだいって言うとテキーラだって言ってテキーラのショットグラスでこれ何言ったら、お通しなすとかって言うのがお前はバカか。お通しって食べ物じゃないの。テキーラがもうね、それアホがいるんですよ。でかくしたら今買ったら折り返しがありますか。じゃあ無視。ね、今日やってるのは港区女子だからね、使えないんだよね。でもこいつ港区女子って時々ドッポミの道端の吸い殻とかゴミとかを掃除する、うん、港区をきれいにしよう。で、これあの井戸、この画面、あ、清間さんの井戸、井戸だよね。私もずっとね、画面にしてた、待ち受けにしてた。来た。あ、来た。来た。来たよ、舞ちゃん。ちょめ。ちょめ。遅せよ、お前。電話に出んのが遅えんだよ、バカタレが。ごめんなさい。すいません、違う。今 YouTube 撮ってて。俺も今 YouTube やってて、お前どこで YouTube 撮ってんだ。今渋谷です。あ、めっちゃ近いな。今から5分以内に来い。5分で来れないよ。伊藤和恵と山下真司さんと一緒にやってんだけど。こんにちは。そのスクール大阪に私行っていいですか。お前だって不良だから大した顔見せる。じゃね、お前、じゃあ流れば、流行ろう。あのさ、舞。え、じゃあ、逆に、ごめんに。ああ、ある、山下さんが。今日誕生日なの。今日誕生日なんだ。え、なんかサプライズじゃないじゃん。なんか、ケーキやりますよ。いや、ケーキなんかいらねえよ。あ、チューしてくれ。なんで。チューしてくれ。え、チューはいいけど。チューでいいよ。お前なりに、どういった俺は想像つくけど、それを買って持ってこい。なんだ、それを買って持ってこい。分かったな。それそれって何。意思の疎通は測れてるよな。はい、測れてます。よし、じゃあ5分以内に来いよ。いやすごいね。はい、じゃあ私も中の中の、はい、あ、違う、あのランブルスト、はい、どこに行ったの。渋谷。あ、そのブラス大丈夫、一緒で大丈夫。あ、見ちゃった。素晴らしい。いや、見えるよ。おっ、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 俺、歌うとこですよ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア山下さん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。ちょっと気持ちいいじゃん。はい、うーって。願い事、願い事。
健康で。これ喋んなきゃ、喋っちゃダメ。喋っちゃダメ。じゃあ、はい。はい。おめでとうございます。あ、ちゃんと71。71。かわいい、このケーキ。いや、よかったですね。もうさ、年取るとあんまり祝われないよね。いや、でもね、ハッピーバースで歌ってもらうのが大好き。え、本当ですか。誕生日は嫌い。祝うのは好き。祝ってもらうのはあんまりね、年取るわけだからさ。あ、ちょっとここでサムネイル用にこうやって、うん、やって風邪あっちで、はい、すごい素敵なケーキじゃん、これね、なんか可愛らしい。さっき言って、聞いてたこれ今すごい頼んで買ってきた、その話聞いて。サムネ、サムネ優秀でしょ。いやすごい、俺はコキ使うけどゲストに優しいんです。山下さんでも71ってことは、うん、A ちゃんの1個年下ですね。じゃあ、まあ矢沢さんはかっこいいよね。俺の大好き、あのステージのさパフォーマンスはやっぱり日本人でナンバーワンだと思う。いや、もうロッカーズでナンバーワンだし、俺も A ちゃんと大谷翔平の話は朝までできますね。わかる、それ日本にスターはいるけども、スーパースターっていうのは矢沢永吉と大谷翔平しかいないと思ってる。スーパーがつく人間って人の生き様を変える力を持ってるんです。指針だから、うん、あ、山下さんと伊藤さんはなんか憧れの人とかって憧れの人、大谷翔平とかっていう。いや、俺は A ちゃんと大谷翔平で、お二人は憧れの人はいますか。その年々っていうか、その時やっぱ輝いてる人は憧れるよね。やっぱタイにお風呂入った時やっぱイシャレジオさん憧れるし、45歳でさ、あの貫禄だからさ。いやー、すごかったね。あれ45歳だったんだ。42、3歳じゃないの、あの世代の先輩たちは。いや、すごい全然あの努力してるからね。次元が違うから。そうだって次元やって戦いで、あの先輩たち30全般だよ、お前。そうだよ、全ブータさんだって、アキラさんめっちゃ親父に見える。みんな30全般だぜ。30ってまだ若造の年。飲んでた。お前はテレビのスターだろ、俺は映画だよ。いや、梅宮さん今バラエティ一緒に出てるんだから大して変わんないですよ、さ。あ、違うよとか言って。でもやっぱりなんかそういうこう銀幕の人たちは半端じゃない時間を過ごしたんだよ。あの日本のその銀幕のスターさんたちも日本の高度経済成長あれとともにガーンとさ、あそこでもう頂上極めてるから、その後虚しかったと思うよ。テレビ出てね、石原さんのギャラだってさ一本俺がピーカーこれ俺マンションからアパートに引っ越したの、ギャラが半分になっちゃったから。で車も会社から2億交差に書いて、あ、それでフェアリディ Z だった。そうなんだよ。俺 BM 乗ったの。でも Z も そんなに安い車じゃない。そう、ね、500万ぐらいはしますね。お前日産には肩持つな。持つな日産やっちゃえ。やっちゃえ伊藤和恵。伊藤さんはどうですか。私、美空ひばりさんです。一度だけなんかコロンビアにあのいた時があったのね。コロンビアでレコード出してた時があって、コロンビア大行進っていう番組があって、毎年それはやってたんだけど、一度だけ出た時があって、で私浅岡瑠璃子さんと共演したその親子みたいな役で、15歳の時連ドラをやってたんですよ。でその時にひばりさんに初めてお会いして、あ、なんか見てるわよって言われて、嬉しいね。いや、もう感動して。いや、そうだよ。でもすごいステージでは大きく見えるのに、私15歳だった私よりも身長が全然低くて、こう見下ろしちゃったぐらいのすごいなんか小さな人で、それもまたびっくりしちゃって、でもそれを言って声をかけてくれたことをお母さんに話して、お母さんがもう本当に感動してて、もう母親が大好きで、もうひばり大全集みたいなの買って、でそのレコードを子守歌代わりにずっと小さい時から聴いてたから。半端じゃないよね。いや、もうほぼ全部知ってますよ、ヒット曲。全部歌える。歳ですもんね。えいさー、山下さん。うるさいでしょ。おめでとうございます。ちょっとあの紹介を。じゃあ、こいつチョメネーって言われてて、シェムネタの女王なの。
でそれに俺を混ぜやがった混ぜやがったじゃなくて、はい、お願いします。普通は大島舞っていうのでやっております。今、あ、大島舞っていう、あの、舞ちゃん、はい、ホリプル同士やん。そう、あ、そうなんですよ。同じなのよ、初めまして。そうなんですよ、なかなかお会いできないもん。ホリプル人数いるし、ホリプルはいい加減だから、いいんだよ。山下さんが見て、急に音出し本当だ、なんか阻止する必要もないね。なんか、あの松村ゆうき以来、山下さんのそばに置いとくと楽なや相手これこれちょうどよかったですか。全然口挟めないなんでなんでなんでついていけない、温度差がこう激しい。あ、で、こんなもんですよ。孫だ、孫すごい。でもね、やっぱり彼女の凄さって、ね、今もうね、うおーってもうさ、こんな女性のそばにいてさ、一緒に生活してたら絶対もうあれだ、死ぬよ死ぬなとか。俺はそうですよ、ね、山下さんと一緒にいて、こうやって調子作って、あの、できるまでこれ飲んで待っててってできるそれでこんなのバーン出されたらさ、そう無理だよね。え、結婚はするの？私は考えてない。え、考えてないの？え、できるわけないじゃん。今興味ないです。興味ないの？今何歳？35で。押した方がいいよ。なんか結婚されてじゃない。お前別れた女がいいんじゃねえ。で、どういう男性と結婚したの？山下さんとかもうニーヤみたいな、もうあのガチで芯が揃った。いや今のところはなんかさ、そうたくにしか聞こえないだろ。本当に芯が通ってる人がいいんですよ。自分がやりたいことを貫いてやっぱりやってる人の。そういうのがいい。はい。もう山下さんの隣を置いてると面白いんだよ。面白い。ちょっと山下さんが刺激が強くて何も喋れない。勇気ノリに見せたい。山下さんどんな感じ？ノリに見せたい。こんなに圧迫されてる山下さんを。申し訳ないじゃないですか。いや、いいんだよ山下さん。前はね、こいつが買い忘れた誕生日プレゼントが来ました。うわっ、え、茶色いよ。え、テキーラって白じゃん、だから透明じゃないの。お前いつの時代で生きたの。せーの、テキーラー。イエー。あ、山下さん、テキーラの発音は正しい。テキーラ。シャンパンは。シャンパンは。シャンペン。やばい、ね、やばね、こことここの世代一緒なの。あのね、中途半端にこいつだね。やば。でも今晩一緒に過ごすらしいです。あ、今日は本当に。あ、飲んでない一晩ね、はいはい、一晩一緒に過ごすらしい。はいはい、相手今すごい面倒くさそうなのに、もう、はいはいはい、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 これショットグラスより量多いわ。そう、だから分かんないって言って継ぎましたよ。バカだね。はい、今あります。少なそうに見えるけど、すごい量。いや、まあまああるよ。ああ、俺はね、ああ、メソトイな、メソトイな。お疲れ様です。おお、あれ、久しぶり。ございます。元気か。なんかごめんね、もなんだけど、お前。あ、じゃあ駆けつけ。はじめまして。テキーラ。これ多分一杯です。あ、え？あの、これ大島舞って言って。はい、してます、してます。してる。これアホが映るけど。アホ映るんですか？映るけど、あの。え、これ元気、あの。テキーラ。テキーラ。ありがとうございます。山下俊二さん、ハッピーバースデーなんで。あ、おめでとうございます。あ、皆さん、あと伊藤です。伊藤です、よろしくお願いします。初対面。え、あの、お会いしました。え、どこで。あの、どっかで会ってます。どっかで。え、どこで。あの、なんかで絶対会ってます。ハッピーバースデー、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 バーバーバースデー、よいしょ、バースデー、バースデー、バーバーバースデー。やっぱりスターは最後に来るんだね。誰が言ってるんですか。スターだらけだ。またね、これから来る人もいる。いるの？まだいる。え、そうなの？やばいのが。すごいね。うわー、すごい。でっか。